こんな感じでね、切っていくとすごくね、いい感じ火が通ってるんですよ。非常にいい断面になってますね。どうもー、アルチューバー料理研究家のゆうじです。今回はですね、何をやろうかというとね、最近で自分の動画を研究しまして、どんな時にヤバくなってるのかっていうと、レンジ料理の時にヤバくなってるんですね。なぜかというと、レンジ料理っていうのは火加減見なくてもいいので、すごく気が抜けるので、集大をさらしてるっていうところなんですけども、今回はレンジ料理です。今回はレンジでできるレモン蒸し鶏。レモン蒸し鶏っていうのはどういうものかっていうと、蒸し鶏のレモン味なんですね。何がいいかってね、皆さんね、低糖質なんですよ、これ。低糖質でカロリーが抑えられてるんですよ、これは。鶏むね肉を使うんだよね。バーン！楽しくやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、ぜひやっていきたいと思いますけど、レモン蒸し鶏を作るにあたって、もうテンション上げていきたいと。おっと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 、今回は低糖質メニューなので、ビール糖質をとってもプラマイゼロ。ビールか麦茶を一緒に飲みながら、このチャンネルはね、酒飲みのためだけのチャンネルではありませんのでね。あー、いいねー。これ鶏胸肉をね、まあこれもうタッパーのままなんですけども、フォークでね、いやーってね、日頃の恨みをここに全部ぶつけてくださいね。やっていきましょう。ペタンと、はい、いやー、これは美味しくなれっていうような魔法みたいな掛け声。そしたらね、これね、小さじ4分の1ぐらいで、まあ塗って、で反対側もね、半分パラパラと、で、それにつけます。これでね、下味をつけていきますね。電子レンジとかで、10秒ずつ、温めてもらって、芯がね、常温になるまで温めていただくと簡単に常温になりますので、これね、意外とね、知らないテクニックなんで、10秒ずつやっていくと徐々に徐々に中まで温まっていって、肉に火が通らないまま使うことができます。もうこの容器にね、もうね、とりあえず入れちゃう。ボーラーをね、60cc ですね。ボーラーを 60cc ですね。はい、ストーミシャンタンね、小さじね、3分の2ぐらい、入れちゃいます。ストーミシャンタンなかったらウェイパーでもいいですし、倍量の鶏ガラスープでもいいです。ラップラップ、そうそうそう、3分半します。鶏むね肉はね、300g ぐらいにしましょう。350g とか 400g になったら、もうちょっと加熱時間を増やしてください。600W ね、500W だったら4分ぐらい。ほら見て、ジャックないよこれ。ということでね、まあ今日もこんな感じでやっておりますが、もうこれだけは言いたい。このチャンネル、いろんな人が見ていただいてるんですけども、気をつけてくださいね、皆さんね。こんな状態でやったらね、怪我しますからね、ほんとね。はい、ということでですね、今もうピッてなりましたので、ピーってなったら5分このまま放置です。なんで5分放置するかっていうと、じんわりじゅわーってね、鶏肉の内部にまで火が入っていきます。はい、それではですね、5分経ちました。肉取り出していきたいと思います。オーブン。お、蒸し鶏をですね、まあかなり蒸されてますので、こいつはね、この、フライパンに、置きます。計量カップに片栗粉小さじ1入れます。大量ぐらいのお水ですがね。で、片栗粉をよく溶きます。溶きます。はい、そしてここに入れます。で、ここに、レモンね、小さじ1入れちゃいます。はい、で、これ混ぜていただいて、タレだけ30秒チンしていきます。ラップしないでいいですから。片栗粉入れてまた再加熱することによって、片栗粉の、とろみがつきますんでね。こんな感じですね。こんな感じでね、切っていくとすごくね、いい感じ火が通ってるんですよ。最初に穴を開けてやったから、こんないい感じのなってるんですけども、500ワットとかだったらもうちょっと加熱していただいてもいいかもしれないですね。非常にいい断面になってますね。タレはね、こんな感じになります。で、
よく混ぜていただくと、あのいい感じのねとろみがついてくるのでね、もうちょっととろみつけたいので、ごめんなさい、さっき30秒って言ったんですけども、もうちょいやりますね。あとね20秒ぐらいね、こんな感じでね。カロリーを気にする方はこの皮はね省いちゃっていいですからね。加熱が終わりました。これねタレ見てください、トロトロでしょ。これタラッと流していきます。このね爽やかなレモンダレが非常にねいいんですよ。小ネギね、小ネギここにパラパラっと散らしていただいて、うん、ということでできました。夏にぴったりなレモン蒸し鶏の完成です。はい、それではですね、できました、ね、食べていただきます。いただきます。真ん中になればなるほど柔らかく仕上がってると思います。あ、これマジうまい。で最後にね、ちょっとね、あの黒胡椒を振りかけてるんですけど、あーうまい。レモン汁も結構入ってます。爽やかですね。ちょっと美味しいをさせていただきます。すいません、はい、タレにね、かなり味がついてますんで、タレをすくってください。ん、鶏臭さ全くない。なんだろうな、この柔らかさ。味変でラー油、あのね、多分ね、最近分かったんですけど、僕ラー油が好きなんですね。少し垂らしていきたいと思います。うめえ。鶏も柔らかければ、あのタレもめちゃめちゃうまければ、コストも安いし、難しいことも何もしてないっていうね、全て整ったレシピだなっていうふうに。めためた美味しい。もちろんね、もも肉で作ることもできるんですけども、ジューシーさとを合わせるんであれば、僕胸肉で一度やっていただいた方が、あのいいんじゃないかなって。で中まで火が通ってて、かつ火が通りすぎてないっていうのが非常に良いと思います。カロリー的にも非常に少ない、非常にですね使えるレシピになっていると思いますので、皆さんこれでこの夏を僕と一緒に乗り切りましょう。結構いい感じになってきたわ。あ、すいません。さあ、スタッフありがとうございます。スタッフは僕の体に至っていただいてる、ありがとうございます。本日のおつまみは、本日のおつまみスタッフ、スタッフ、本日のおつまみ、いやまだそんな撮影してない。あ、そう。いや違う、さっき作ったやつも全部食べちゃった。じゃあおつまみはないらしいので、おとなしく5分間待ちましょう。